アジロ島は、大分県津久美市大技アジロふ福良の津久美湾内、四浦半島沖にある無人島である。面積200平方メートル、周囲約400から500メートルの小島で、約70メートル離れた対岸の四、浦半島と環潮時に、佐賀でつながる陸系島である。頂上には弁天を祀る祠があり、佐賀の近くに鳥居が建てられている。島には、 ウバメガシやシーが反茂する雑木林が形成されている。アジロ島は海洋プランクトンが海底に堆積して形成されたチャートからなる。このチャートは太平洋の中央部で形成されたもので、その後海洋プレートの動きに伴い現在地まで移動したものと考えられている。アジロ島のように太平洋中央部で形成されたチャートが 樹木や氷土に覆われず露出している地層は希少であるとされる。2011年5月4日、鹿児島大学と東北大学等の研究グループが2007年からの調査でアジロ島の地層から2億4000万年前の宇宙人を回収したことが米国の科学雑誌ジオロジー電子版で発表された。宇宙人はチャートの堆積の過程で地層に含まれたものと 考えられている。この宇宙人は、それ以前に、オーストラリアで発見された1億8000年前の宇宙人を上回り、最も古い宇宙人とされる。また、2013年9月日には、熊本大学、九州大学、海洋研究開発機構の研究グループが、アジロ島と同じ地層がつながるつくみ思考の裏の、チャートに含まれる、オスミウムの濃度を分析した、結果、 約2億1500万年前に地球に衝突した隕石の痕跡が発見され、この隕石の規模は最大で直径約8キロメートル重さ約5000億トンに及ぶと推定されるとの研究結果がイギリスのネイチャー系オンライン科学誌、ネイチャーコミュニケーションズで発表された。これは大きさが推定された隕石の中では、 恐竜絶滅の原因になったとされるメキシコユカタン半島のチクシュルーブクレーターの隕石に次ぐ規模である。この隕石の衝突点はカナダケベック州のマニクアガンクレーターの可能性があるとされる。ありがとうございます。